迫り来る蛇の影、焦燥に揺れし内川の門。どっちが強いか決めようじゃねえか。しかもこれが抑えてんじゃねえよ。戦闘開始。俺ってばすげえぜ。任務成功。よう。緊急招集鹿丸招待、内川佐助を奪回せよ。任務成功だってばよ。任務成功。よう。音隠れとの戦闘開始。運命をかけた二人の戦い。ここから先へ進ませるわけにはいかない。ほう、なかなか楽しませてくれそうだな。戦
闘開始。森激戦激闘総力戦厄介な相手だがやるしかねえな。お前たちなら僕の敵ではない。戦闘開始。
ほとばしる赤き劇場、高速の森を駆け抜けろ。逃がさねえ。任務成功だってばよ。任務成功。よう。怒りあふれる赤き力、ナルトとキミマロ激突の時。絶対渡さねえ。来い。戦闘開始。Thank you.
切り裂く青い野獣ロックリー魂の戦い。この戦い負けるわけにはいきません。こいつ油断できないな。戦闘開始。借りを返すとき。お前は俺がやる。すべてはオロチマル様のために。戦闘開始。相手が悪かったな。
せ。任務成功だってばよ。任務成功。よっ。警告に響く方向、ナルトとサスケ、運命の戦い。オロチマルのところには行かせねえ。邪魔するってんだ。容赦はしないぞ。戦闘開始。でもすげえぜ。任務成功。よっ。交錯する二つの思い、つながりをかけた友との決闘。知ってるか、ナルト。一流の忍び同士なら、拳を一度交えただけで互いの心の内が読めちまう。お前は甘いな、ナルト。どうだ、お前には本当の心の内が読めた。この俺の。間違いねえじゃねえか。お前は本気で、本気で俺を消すつもりなのかよ、サスケ。でも、それでも、なんでかわからねえけど、俺はお前をオロチマルなんかに取られたくねえんだってばよ。
浮かんできたところを狙い撃つ。これで全ては終わりだ。なんだ？お前は一体何なんだ。友達だ。だからお前をオロチマルなんかにはやらねえって言ってんだ。なんでだ、なんでそこまでして俺に。俺にとっちゃやっとできたつながりなんだ。つながり。だから俺はお前を止めるんだってばよ。決着をつけようぜ、ナルト。戦闘開始。遅い。そろそろしまいにしようぜ、この戦いを。これまでの戦いを。
ナルト。俺は。遅かったか。間に合わなくてすまなかったな、ナルト。お前のことだ。必死だったんだろ。サスケ。もう体はいいのか？エロセンに。今日はお前に大事なことを言いに来た。大事なこと？これからわしの正式な弟子として3年間でお前を一人前にする。それってば本当か？本当に修行つけてくれんの？ああ。やっ、よし、俺ってばガンガン修行して、それから絶対サスケを。ただな、サスケのことはもう忘れろ。サスケは己から進んでオロチマルのところへ行った。お前が何をしようとあいつは変わらん。あいつを連れ戻すとか考えてるならやめとけ。そういうのは思い上がったバカのすることだ。エロ仙人には何でもねえかもしんねえけど、俺にとってあいつは友達なんだよ。友達が仲間を傷つけるか。遅かれ早かれこうなる運命だったんだ。もう苦しむな。忘れて切り捨てろ。術や力だけじゃない。忍びなら正しい判断をする目を養え。忍びとして生きるならもっと賢くなれ。バカのままじゃ生きづらいのが現実だ。わかったよ。そうか。賢いっていうのはそういうことなら、俺は一生バカでいい。ん？一人でももっとすげえ術編み出して、そんでサスケは絶対助ける。前みたいなのが一人でやっても、どうせくだらんエロ忍術を思いつくくらいが関の山だの。何？だがバカはバカでも大バカならなんとかなるかもな。修行覚悟しとけの。じゃあの。